皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、自宅教室のリピート対策5つのコツ、うまくいっている教室の事例から学ぶということについてお話をしたいと思います。最近ですね、開業、3年、5年、7年ぐらいの、先生、いろいろといらっしゃって、相談それなりに受けるわけなんですけども、その時によく話題に上がるのが、リピートですね。要は来てくださる生徒さんがさらに引き続き来てもらうための対策はどういうものがあるんでしょうっていうお話が、ご質問でされることが多かったので、うまくいってる教室の事例も私は知っています。ですのでそれが全て正解というわけではないんですが、こういった方法で考えてみるっていう、視点ですね、そちらのヒントを今日はお伝えしていきたいというふうに思っています。はい、5つぐらいにまとめてみたんですけれども、まずですね、うまくいっている教室の先生は、常にレッスン内容をブラッシュアップし続けているということ、これ1点目です。ブラッシュアップし続けてるっていうのは、どの先生も皆さん、なんていうのかな、お勉強とか研鑽とかされてらっしゃると思うんですけれども、例えば、今期そうですね、ベーシック、中級、上級とか、アドバンスとか講座があったとして、その内容そのものも常にこうリニューアルし続けられるかっていうことですね。要は何かおまけをつけるっていうことではなくてですね、例えばその時の時流があるとするじゃないですか。例えば、写真を教えてる先生だとしたらその同じテキストだったとして、同じ理論だったとしても、その時に流行っているカメラが違えば当然、そちらに合わせて講座を変えていく必要があるわけですよね。そうですね、ここ最近で言うと、一眼レフ、私は一眼レフ未だに好きですよ。使いやすいし、やっぱ上位機種とかになるとミラーレスよりも一眼かなと思う部分もあるんですけれども、いわゆるカメラ、写真教室の、本当にそれだけを特化して教えてる先生なんかはミラーレスも一眼と区別がなくなってきて、かつミラーレスの方がいいという先生も出始めているという状況を考えると、カメラの性能がそれだけ追いついてきてるっていうことなんですよね。で、私そこまでミラーレス使いこなしてないですし、例えば一眼の高級機種になると1台50万とか70万とかしますので、それをホイホイ買い替えてっていうほどの、カメラを私のその事業の中の優先順位では考えていないので、ミラーレスも50万とか70万とかあるんですよね。そのレベルまではやりながら検証はしていないので、そこは私が言えない領域になりますが、しかし、そのカメラの先生が、それをやはり研究しつつ自分も買い、そしてその感想を生徒さんに伝えながら、今私が買うべきカメラは何ですかって言った時に最新の情報で伝えられる、ないしはその撮り方とかもそのミラーレスに合わせた癖とか、そういう撮り方に、皆さんがミラーレスを持つようになったら当然内容を変えていかないといけないわけですよね。だから時流とかに合わせながらブラッシュアップ、ないしは皆さんが喜ぶような、ないしは教室が増えてきてるわけですから、それ以上先にどうやっていくか、特徴をどう出し続けるのかっていうのは、私が見ている人気教室の先生はそのブラッシュアップの速度がものすごく速いから飽きさせることがないなっていうふうに感じています。なので例えば同じ基礎でもベーシック6ヶ月やったら、実は次のベーシックの6ヶ月はちょいちょい新しいことが入ってきてるっていうケースが多かったりするので、それを目の当たりにして見ていると、ベーシックもう一回ベーシック受けてもいいんじゃないのって思うような内容に仕上がってる時とかもあるんですよね。だから常にその革新、改革し続けてるっていう方は、当然それを習いたいっていう人が後を絶たない、ないしはですね、同じコースをもう一回っていう人やっぱ出てくるんですよね。
例えばそれが1年後じゃなくていいんです。2年後か3年後、ちょっと忘れかけた頃に初心を思い出すのっていうことが1点、その先生に会いたいと思うのが2点、3点目は今の受流のことをもう1回復習しながら知りたいからという講座を作ることがもしもできるのであれば、リピートっていうのはかなりいい状態で回っていくことになるので、だからいつも満席の教室を作ることができるんだなというふうに感じてる先生とかいらっしゃいます。だからレッスンの質が常に向上し続けてる、ブラッシュアップし続けてるっていうのがビートしていく上では、まあ一つ大きな点なのかなというのが1点目です。で、2点目ですね、これはちょっとまあ人間的な心情的な部分になるんですけれども、最近聞いた例で言うと、まあ、例えば、そうですね、ものすごくご無沙汰していた生徒さんから新しいコースを立ち上げるっていう申し込みがあったっていうところで、まあ、結局申し込みっていうのは入金がなければ、申し込みが成立しないということになるので、まあ、その入金までのプロセスをもちろんフォローアップしていくっていうのは大切なんですけれども、そもそも長期間離れてしまっている生徒さんっていうのは信頼関係がかなり落ちてしまっているんですよね。だから基本的にリピートをし続ける、楽に集客をしていくっていうことを考える場合には、馴染みの生徒さんをどれだけ自分を忘れないように引きつけておくことができるのかっていうのが一つ大きなポイントになるので、細く長く連絡を取り続ける仕組みがあるか。ということになります。連絡を取り続ける仕組みっていうのは、例えばメルマガの登録ももちろんその一つですし、あとは私も去年からやり始めましたが、ニュースレターですね、アナログの方も最近ネットでずっと世の中が来ていたので、アナログを評価される方が非常に多いです。お手紙が、手書きで書いたお手紙が届くとかですね。私はまあ今は3ヶ月に一度ニュースレターを出しているんですけれども、それによって別にすぐに申し込みがあるっていうことを期待してはいけないんですよ。それは自分がこういう状態ですよっていうのを伝え、その人のことも、まあ、忘れてないですよっていうことを伝え続けるっていう、そういう内容になります。だからニュースレターによって今すぐ申し込んでねっていうことはさっぱり考えていなくて、その人が本当に必要になった時に思い出してもらえる最優先の順位で考えてもらえるかどうかっていう、まあ、そのあたりがポイントになってくるので、定期的に切らず、つかず離れずきちんと連絡取れてるかっていうことが一つポイントになります。そうすると、まあ休眠会員っていう言い方はよく整体院とか、あとは美容院とかでよく使われているんですけれども、やはりその仕組みはですね、教室運営にも入れていく方が私はいいと思っていて、何ヶ月間全然連絡がないっていうか、まあご来店がないっていう方とかに関しては、まあ時効のお便りですね、それをお便り出しながら関係を続けていくとかですね、嫌いになったからとか、まあ、何か態度が気に入らなくてもちろん離れるようなケースもあるんですけど、大概そこに行かなくなる理由っていうのは忘れたからっていうのが、まあ、統計に出ているんですよね。忘れたからっていうのは、だからそんなに頻度高く必要な、生死に関わるような内容のサービスでない限りは、まあ、嗜好品っていうことと一緒なので、なくても生きていけるんですよね。だから教室とかもなくても生きていける領域のものなので、そういうものっていうのは別に行かなくても大丈夫なわけですから、忘れられるということです。だから美容院とかも、まあ、ものすごく、そうだな、その綺麗でいることが価値があるような人々、芸能人とか、まあ、そういう人に見られるようなお仕事、モデルさんとかですね、それは絶対的に行かなくてはいけないので、当然行きます。だけれども、例えば一般人だった場合、もちろん小切れにしてる方がいいですよ。小切れにしてる方がいいんですが、例えば髪の毛が伸びてきたな、ちょっと枝毛がパサついてるな、それが1ヶ月になろうが1ヶ月半になろうが、場合によっては束ねてしまえば2ヶ月でも、まあ、女の人の場合ですよ、持たせることできちゃいますよね。だからその
切るっていうことのためだけに美容院に行くっていうことを美容院の一つの使命にしていると、切るきっかけがない限りは来ないということになります。だけれども、じゃあ例えばその髪質に悩んでることを知っていて、宿毛とかいうのかな、梅雨の時期とか縮れてしまうっていう、そのパーソナルな情報を知っているのであれば、最近来てないなというデータを見た上で、梅雨の時期髪の毛のほぼほぼは膨れていることでお悩みではありませんか、みたいな、はがきが手書きで届けば、あ、そうなんだよね、ちょっと感じてたんだ、久しぶりだし行こうということになるので、そのあたりをまめにフォローできるかっていう話ですよね。新規を追いかけるのはもちろん大切なんですが、同時に既存の方っていうのも減っていくので、それを思い出してもらえるような施策を普段から地味にやっといているかどうなのかっていうのが、例えば新しいプランを出したとか、新しい施策をやりましたとかっていう時に反応してもらえるかどうかっていうのがあるので、これ普段からの付き合いが多分メインになってきます。ですので、大概ですね、新しいコース立てました、なんか生徒さん反応してくれませんっていうタイプの人は、終わったらそのまま放置、放りっぱなしとかっていう方が結構多いですね。定期的に連絡をですね、売り込みではなく、その人を考えながら連絡を取っている。連絡を取りたくない方は取らなくていいですよ。例えば辞めるような状態の時に揉めて辞めたとかですね、そういう場合にはそこはもう触らずの方がいいんですけど、そうではなくて来てほしい可能性がある良好な関係を築いていた人は、良好な関係をつなぎ続けない限りはどんどん信頼残高が減っていくっていうことになるので、定期的に取り続けるかっていうことが、まあ一つポイントになります。で、3つ目ですね、これはそうだな、生徒さんを巻き込んだ楽しいイベントを作れるかどうかっていうことですね。これは私自身もまあよくセミナー&パーティーみたいなのをよく開催してますけれども、採算度外視のイベントですね、触れ合う楽しむっていう、そういうものがですね、昨今の教室の先生には求められているところもありですね、そういうイベント企画を積極的に立てられる人は普通の講座も埋まっていくっていう傾向があるんですね。だから先生だからっていう権威性のあるもの、生徒だからっていうことではなく、一体になってわーって楽しめるようなタイプの先生が、まあ結局人柄っていうことになると思うんですけれども、人気があるっていうのは、要は普通に通常の利益というのが生まれる講座に対しても人が普通に集まるということです。だから、まあ満足度っていう意味になるのかな。先生っていう立場じゃなくて、人間として一緒に遊ぶの楽しいよねみたいな、そういう関係を作れるようなタイプの先生はやっぱり人気ですね。だからこれは媚びへつらえとかっていうことではなく、まあ、嫌いな人はやらなくてもいいんですけれども、手段の一個として考えてほしいのが、みんなで一体になって巻き込むことができるようなタイプの先生は、まあ、普通に連帯感が生まれやすいので長続きしますよね、生徒さんも。特に多分ですね、この傾向は女性に多いかな。男性はあまりそういう傾向ないかな。まあ男性ばっかりの自宅教室をやっている先生っていうのはあまりないですけどね。大概自宅教室に通ってくるのは女性、お稽古事っていうか習い事っていうことになるので、まあ女性になるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、そのあたりができるようなタイプの先生はやっぱりリピート率も高い、生徒さんが辞めない続く。要はですね、先生っていうものは中心にいるんだけれども、生徒さん同士が仲良くなっちゃうんですよね。そうすると、そこを離れるとその関係性も切れてしまうんではないかっていう、まあそのコミュニティに対しての価値ができてしまっていると、まあ続きますよね。辞める理由がなくなっていくから、まあそういうものもやっていくといいかなっていうふうに思いますね。で、4つ目です。今のはこう単発イベント的なこうワイワイするイベントの話なんですけれども、定期的なイベントですね。
要は何月になったらこれがある、何月になったらこれがあるみたいな、その先までいるとそこに参加できるよねっていう楽しいイベントが用意されている、道筋が見せることができてるかどうかっていうのも結構ポイントになってきたりします。ですので、別に大規模なものじゃなくて全然構わないんですよ。定期的なイベントになるので、例えば4月だったらこういうものをやるよ、その3ヶ月後にはこういうものをやるよとかっていうものを見せ続けることができると、まあ、どこのタイミングでやめたらいいのかっていうのがなかなか難しかったりするので、定期的に継続的に、まあ、続いてるっていうことを、それが人数少なくてもです、はい、が必要かなというふうに思います。教室の方でできるかどうかは別としてですけれども、例えば私のコンサルティングの会員制度の中のサービスメニューの一つに、3ヶ月に一度の、対面、要は実際にリアルに会って、セミナーに参加できる権利、まあこれはもう会場費を割るぐらいの感じなんですけど、プラスその後皆さんで懇親を楽しむ懇親会、これはもう定期的に3ヶ月に一度だいたいやってます。で、同時に毎月1回やっているのが、夜のズームセミナーっていうのが、毎月第3水曜日の夜7時から9時っていうのが、これも2年半ぐらいやってますけれども、これね、継続なんですよ。だから参加できる人数が、まあ、1人ってことはなかったですけど、まあ、3人だろうが2人だろうが1人いれば必ずやる、まあ、いや開催できなかったことなかったですけどね、とにかく続けるっていうことが大事なので、まあ、そういった定期的なものを何か開催できてるかという話も一つです。定期的なイベントを組み込むっていうことは年間スケジュールの中に先生も入れていかなくてはいけないので。これはやっぱり顧客満足度の、サービスになっていくので、結果としてリピートにつながっていくっていうことが、まあ、一つですね。で、最後、5つ目です。まあ、これは最初のブラッシュアップっていうものにも似てるんですけれども、同じコースでもその内容をリニューアルしながらやっていくかっていうのに似てるんですが、やはりある程度こう、長く続いてくると、その学びの意欲とかがある方は、こういう講座がやりたいとか、こういうことをやりたいっていう声がね、上がってくるんですよね。で、その時に、まあ、人数がまとまっているのが見えるとすると、要望を聞いてあげながら、その上のコースを作る、講座を作るっていう形で、まあ、ご自身も成長していただく必要があると思うんですけれども、生徒さんも、まあ、成長していって、っていうものを作っていくことができるので、基本的にはそこにいる方が望むもので、要望するものをベースに作っていくと、まあ、あまり失敗はないですね。コースとか作る時とかには、私もパン教室をコース制にする時に、まあ、基礎とアドバンスっていうのをまあ作っていて、まあ、さらにその上エンドレスの講座も作っていたんですけれども、基礎からアドバンスっていうのは、基礎はちゃんと作ります。で、アドバンスはうっすら頭の中にはあって、なんか用意はあるよっていう、要はパンの種類をこっちに寄せるのかこっちに寄せるのかを決めなくてはいけなかったので、うっすら頭にはあるんですけど、やっぱり基礎の方がその先行きたいと思うかどうかを聞きながら、まあ、こういう講座をしようと思ってるけど、この上あるんですかとか聞かれることが、まあ、やっぱり出てきたので、それはこんな講座にしようと思ってるんだけれどもって言った時に、あ、それ行きたいですっていうのをその場でやっぱり言われる、ああ、じゃあ作って正解だよねっていうふうに思う場合もあったし、こういうふうにしようと思ってるっていうと、あ、そうなんですか、それってでもこういう感じがあったらよかったのになという声があった時に、取り入れられればその場で取り入れます。あ、ダメならごめんなさいね、ちょっとそこまでの要望は答えきれないなという自分の線引きは考えておくんですけれども、まあ、その線引きにおいてですね、どういうふうにしていくかっていうのは、レベルアップコースをまあ開講して、さらにリピート率をアップするっていう、まあ、そんなイメージですね。まあ、大体全部を対策する必要はないんですけれども、まあ、この辺りとかが一つリピート対策としては、まあ、考えられるものです。ただ、どの
話も共通しているのが、今のお客様の、要望とかをどれぐらい組み上げて自分の中で取り入れられるかっていうことをちゃんと発信できるかっていうことになるので、継続的な動きが必要になるので、今回だけやりましたとかじゃダメなんですよね。これ長期的にわたってやって成果が見える内容なので、単発的に短絡的に考えるタイプの人はちょっと難しいです。長期案件になるのですぐに成果が見えない場合もあったりするので、そのあたりはブログ集客とか、地味な集客の部分とリピート対策は似てるかなっていうふうに思いますので、もしも今リピートがあまりうまくいってないというふうに思う方がいらっしゃったら、ちょっとこのあたりの5つのコツをですね、実際の人気教室の例を引いてます。それから学べることがあったら学んで取り入れてみていただけたらなというふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。